どうもバットバスジョニーです。今日もみんなの教えにやっていきましょう。はい、今ですね埼玉の越谷にいるんですけども、なんととんでもない激辛ラーメンがあるということで情報をキャッチしたんで、今日来てるんですけども、今日挑戦するメニューがこちらの激辛ラーメン、レベルマックス極みと、これ、ね、3段階に分かれてるんですよ。このレベル1、レベル2、レベル3と、はい、で今日はこのもちろんこのマックス極みで、これ説明書きが書いてるんですけど、危険です、辛いを超えて痛いです、注意、心と体が弱い方はご遠慮くださいと。この激辛ラーメンがいかほどのものか調査していきたいと思います。来ましたか。おー、来ました。うわー、やばい、来ました。どす黒いぞ、このスープが香ばしい香りがしますけれども、いただきます。さあ、ありがとうさん、お手並み拝見ですよと。具材はキクラゲ、ネギ、もやし、豚肉、あと いろいろ刻みネギがいろいろ入ってますけれども、スープからいきます。スープがもうどすごいですから、あ、この黒い塊、ここブラックペッパーかな、香ばしいです。これはちょっと舐めてたぞ。今話聞いた通り、やっぱそのスープ醤油ベースなんですけども、最初ちょっと一口目はこうさっぱりしてあっさり感あるんですけども、その後に唐辛子系の辛さが一気にぐさっと刺さります。刺さります、うん、刺さる、刺さりますよ。うん、じゃんじゃん進みますよ、これ。味の系統的に言うと蒙古タンメン中本みたいな味がします。うまい、ありがとう。コショウ、コショウがちょっと入ってるみたいで、クラジさんも、コリ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 、麺もっちり、ネギシャキシャキ、クラゲコリコリ、食感も楽しいですよ。ほら、うまいわ。五感で楽しめます。コクのある味わいですね、スープは。こんなに汗かいて、もう汗かいて、こんなに汗をかかせてくれてありがとう、ありがとう。このなんか黒いのがこう鼻にこう突き抜ける感じで、こう風味も美味しいですね。残りの麺もすすっていきましょう。豚肉が入ってます、豚肉。残すところはスープのみ。飲み干してこの激辛バトルにケリをつけたいと思います。では行きましょう。あ、完食しましょう。オーケー、ごちそうさまでした。最後のスープが結構効きましたけども、非常に醤油ベースにしてはこうコクのある味わいで、なおかつ具だくさんね、キクラゲとかネギとかいろいろ豚肉とか、風味もいいですし、食感も楽しめます、味も美味しいです。はい、もうまさに五感で楽しめる激辛ラーメンでした。それでは辛さのレベルを発表していきましょう。星谷のありがとうさん、
激辛ラーメンレベルマックス極み辛さレベル、じゃらら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 、じゃじゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。6です。今回はね、美味しく、うま辛レベルの、辛さでした。なんか僕初めてですね、こういうなんかちょっとこう焦がし醤油的な感じの激辛ラーメンを食べたのが、まあ、スープは真っ赤っかでしたけれども、うま辛ラーメンです。結構夜中まで遅くまでやってるんで、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とかとかも更新してますんでフォローしてください。こんな激辛食べて汗をかかせてくれてありがとう。辛さ全然飲んでないよ。やばいよ。トン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 。